アラス・オズビリズは、トルコ・イスタンブール、バクル・キョイ出身のアルメニア代表のサッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。アラス・エズビリズとも表記される。FC ピュニク・エレバン所属。アヤックス・アルメニア人の両親のもと、トルコ・イスタンブールのバクル・キョイで生を受け、トルコとアルメニアの国境付近を流れるアラス川に、ちなんで名付けられる。1990年代初頭に、一家で、 トルコからオランダへ移住し、コランディアでサッカーを始め、8歳の時にトライアルを経て、アヤックス・アムステルダムの下部組織、アヤックス・アカデミーに入団したする。アカデミーでは、十字人体断裂と肩の負傷の2度の大怪我に苦戦しながらも、才能を買われ、2009年2月に、クラブと2年半の契約を締結し、6月には、同アカデミーに所属する。 最も有望な選手に贈られるタレント版で、トーカームストを受賞すると、2010から11シーズンに向けたトップチームの招集メンバーに名を連ねた。2010年11月に PS v やイントホーフェン、セント UEFA チャンピオンズリーグ2010から11のレアルマドリード戦の2試合でベンチ入りをした後、28日の BBB フェンロ戦で、 テームタイニオとの交代出場からエールディビジデビューを果たすと、その際に左サイド、次の NEC 内目編では初先発を任された。2011年4月3日のヘラクレスアルメロ戦で80分リーグ戦、初得点を挙げた。14日には契約を2014年6月30日までの3年延長した。2011年7月24日の CA インデペンディエンテ戦で9分の間にハットトリックを達成すると、2011から12シーズン前の親善試合においてチーム最多得点者となる好調さを見せていたが相次ぐ負傷に悩まされることになる負傷によって前半戦を2試合の出場に制限されており2012年2月上旬に復帰すると24日に UEFA ヨーロッパリーグ2011から12のオールドトラフフォードでのマンチェスターユナイテッド FC 戦において1点追いかける中で欧州カップ戦初得点を決めさらにフリーキックからトビー・アルデルバイレルとの決勝点をアシストして逆転勝利に大きく貢献するも4月1日のヘラクレス・アルメロ戦でスネを負傷したことで22日の FC フロック9番クラスのダール FC 九番ク,クラスのダールでのオズビリズ2012年5月上旬にロシアプレミアリーグの FC 九番クラスのダールから関心を寄せられる。九番と交渉をしていると報じられる中、現状に満足していると噂を一周し、2012から13シーズン開幕前の親善試合においてデイビー・クラー戦と共に得点を量産、最初の公式戦である P メディカルチェックを通過して14日に正式に加入が決定した。区番では8月20日の FC アラニアウラジカフカス戦においてダビド・ゾライエフとの交代から81分に初出場を飾り以来ダンペトレスク監督の下で攻撃のようとしてプレーしており9月2日の FC スパルタク・モスクワ戦での初得点を含め22試合9得点を記録した。 スパルタク・モスクワ2013の14シーズンも区番でプレーし2試合に得点を記録していたが2013年7月28日に推定移籍金600万ユーロで FC スパルタク・モスクワに5年契約で移籍したデビューシーズンを29試合5得点で終えた後2014から15シーズン前に行われた2014年6月の代表戦において アルジェリア戦中に十字人体断裂となり、2015年4月下旬までチームを離脱していた。ペシクタシュ JK2016 年1月にスユペルリグのベシクタシュ JK に移籍したが、プリメーラディビシオンのラージョバジェカーノにローンで加入した。トルコに生まれるも、アルメニア人両親の間に生まれたために、トルコの市民権を所持しておらず、幼少期に移住した。 オランダの市民権を所持している。2010年5月中旬にアルメニアサッカー連盟から年代別のアルメニア代表に招待される。アルメニアに訪れたことはないながらも、アルメニア代表でのプレーに対して前向きな姿勢を示し、5月30日にアルメニアの首都エレバンを訪れたオズビリズは、A 代表を率いるバルダン・ミナシアン監督が代表と、 同時に指揮するピュニクエレバンのトレーニングに参加し、その際に U-21 のフレミング・セリトスレフ監督と会談していたが、良い印象は。2011年2月、オズビリズがオランダ代表でのプレーを模索していると報じられると、アルメニアサッカー連盟の副会長時期時期に説得され、アルメニア代表として UEFA ユーロ2012予選のロシア戦に、 出場する可能性が濃厚となった。その後、オランダ代表でのプレーを望んでいると報じられながらも、自身の心はアルメニアにあると報道を一周しており、6月のロシア戦にはトレーニング時間の不足を理由に辞退したが、8月のリトアニアとの親善試合の召集を受けた。2011年10月4日、アルメニアの市民権を取得するとともに7日の、 マケドニア戦へ向けて招集される。同試合は背中の痛みで未出場に終わった後、2012年2月29日のカナダ代表戦でアルメニア代表として初出場及び初得点を記録した。出典、出典、代表での得点アヤックスアムステルダム。ありがとうございます。